はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。1時25分ですね。12月は9日の土曜日でございまして、まったりとした午後ですね。日が照ってまして、この部屋は22度ですかね。千代田区出てません。ビール権利を3缶いただきまして、ふわー、もう今日は昼寝できるかもしれませんね。はい、行きましょう。これは現代ビジネスでございまして、12月8日、昨日出た記事ですね。週刊現代から来ています。タワマン開発をめぐり、都内屈指の名物商店街で大揉め。ブルドーザーで潰されても営業を続ける。地元スーパーコモディティ飯田社長がブチ切れの理由という。まあ、ようこんな話拾ってきましたね、ほんまに。商店街側から裁判をかけられたらいくらでも戦いますよ。最高裁までやります。強制立ち退きをやるんだったらやってみろと。ブルドーザーで潰されたってうちは営業を続けます。そう動きを強めるのは、関東圏でスーパーを展開しているコモディティ飯田の飯田武雄社長、84歳だ。武雄氏は創業者信介氏の孫にあたるオーナー社長である。戦いの舞台となったのは、東京板橋のハッピーロード大山商店街。全長560メートルのアーケードには昔ながらの精肉店など約200店舗以上が並び、1日の通行人数は3万人に及ぶと。結構ここ最近どうでしょうね、もう14、15年行ってませんけど、昔よく行っていました。なぜかと言いますと、その大山のですね、商店街からちょっと外れたところにですね、お客さんがいましてですね、そこに打ち合わせでよく行きましたな。何十回って言ったら行きましたね。であの周辺でですね、その飲みに行ったことがありますよ。それなりにこのやっぱり飲み屋さんがあるんですよね。面白いっていうか、味のある、何回か飲みましたよ、あそこで。それはお客さんがいらっしゃるんでね、何でしょう、何回か誘われて行きましたけど、ね、いいとこですよ、結構好き。はい。で、その後はですね、マンションレポート、資産価値レポートが書くにあたってですね、今確か住友不動産のタワマンが2棟をですね、建設中です。それに関連する話でもなさそうなんですけどね。飯田社長のですね、証言ですね。もともとあの場所は鉄扉で囲まれた空き地で、地元住民からは嘆きの壁と呼ばれ、人も寄りつかない場所でした。これではいけないと商店街の振興組合がスーパーの誘致活動に動き、当初はうちと別のスーパーが入ることに決まっていましたが、それで当時の組合の理事からは、飯田さん出店してくれないかと泣きつかれる形で店を出したんですと。そういう経緯で昔店を出したということですね。で、うちが出店してから商店街を訪れる人が約1万5000人から3万人に増えましたと。よかったやんということで、地元も喜んでいたんですけどもですね、そのうちにですね、15年に東京都が都市計画道路補助第26号事業を認可、開通にあたり住友不動産の積水ハウスという大手デベロッパーの協力のもと、商店街を解体しタワーマンションを建てる案が計画され道路工事とともに同時並行で進行しています。全国紙社会部記者。道路の開通工事に伴い、大山商店街の振興組合は既存店舗の代替地の移転を思案することになる、飯田社長が言う。我々が再開発について具体的な相談を受けたのは14年、9月です。まあ9年前ですね。当時の説明では道路工事に伴い、大山店の少し裏手にある東京都の土地に当社の店舗が移転。その後、現在の大山店を潰して低層マンションを建設し、1階部分にテナントとして入れるという話でした。ところがですね、そうなっていたんですけども、途中で話が変わってきたらしいですね。
で、せっかくリフォームもしたのにですね、リフォームをしたのにですね、その年の暮れにいきなり組合から飯田さん2年後には出てってくださいと言われました。こっちは改装前から何度も事業計画を伝えていたのに、どうして急にそんな話になったのか混乱しました。再開発は5年10年先だと言いながら、裏では計画ができていたとしか思えない。あまりにもひどすぎます。騙し討ちです。冗談じゃないです。飯田社長が憤るのには別の理由もある。それが再開発の計画案だ。大山店があった場所に100メートル超えのタワーマンションを2棟建てることになっているというのです。そもそもうちの移転は東京都の道路を作るためだったはずなのに、その感じの道路すらできていない。にもかかわらず再開発という名目で高層マンションだけを建てるというのは順番が逆。テナントだって公募で現在営業している商店が入れる保証はない。もちろんうちだって今以上の家賃を払う余裕はありません。当初うちが聞いていた話とは全く違うんです。最初の計画は明らかに反故をされています。この出来事をきっかけに飯田は賛成から一転再開発反対を表明。立ち退き要求も断固拒否し徹底抗戦を宣言したと。ということでですね、今泥沼の戦いになっているそうでございます。これ1ページ目貼っときますね。ありがちなパターンなんですけども、よくに目がくらむわけですね。タワマン作るとですね、むっちゃ儲かるんですね、デベロッパーは。儲かるから、その儲かったおこぼれでもないんですけど、その権利者たちにすごい言うてみりゃいい条件を出せるんですよ。タワマンでこの住戸でこの住戸、この住戸あげますよみたいな、そういう話ですね。それを売っ飛ばしたら何億になるやんっていう話になるわけですね。売りますよ、うちで。うちで責任を持って売りますとか。そういう甘いとらいこと言うてるんでしょうね。で、よくに駆られた地権者はそれに乗るわけです。で、その際にですね、ありがちなことなんですけども、この賃貸テナントとかってもう一番弱い立場なんですね。それ無視するんですよ。どうでもいいわけですね。出ていかしゃいいんでっていうことでですね、裁判をやれば最終的にですね、立ち退かすことは可能なんですよ。だからこの飯田さんも頑張ってますけど、多分立ち退かされるでしょうね。時間を稼ぐことはできるかもしれませんけども。それで立ち退かせて、ですね、ちゃんちゃんというふうにしたかったんですけども、ですね、怒らせてしまったと。いわゆる説明がいかがやったということですね。で、怒らせてしまって今、紛争になってますよというのがこの記事です。大体ね、大企業は表に出てきません、こういう場合は。その醤油、こういう面倒くさいことをやるのはですね、下っ端というか、外注の人たちですね、地上げ屋さんたちですね。それでこう揉めてるよという話だって、それはそれでいいんですけどね。最終的に飯田さん多分追い出されると思うんですけど、心配なのはね、大山のああいうね、非常に昭和っぽいんですけども、いい商店街なんですよ。そこに今タワマンできてましてですね、しらけるんですよ、タワマンできると。街がしらけます。街がしらけるとですね、ああいうこうアナログチックな商店街の魅力というのはですね、やっぱり人が来るからなんですね。だからそのうち、だから廃れる、商店街自体が廃れてしまう可能性もあるわけです。多分タワマンができて2、3ヶ月経てばそうなっていくか、2、3ヶ月、2、3年経てばそうなっていく可能性があります。武蔵小山なんかもね、どうでしょうね、どうなるのかなと思いますけどね。商店街にドーンとタワマン建てて、小岩もそうですね。タワマンの住民というのはね、商店街で買い物する人も、いなくはないですけど、主力ではないですからね。なんで、結局、多分商店街ってね、廃れる運命にはあるんですけど、その廃れるスピードを早めてるんちゃうかなという気はしますね。だから一瞬いいかも分かりませんけども、大山なんて商店街がなくなったら何の魅力もない街ですよ。ただの田舎というか郊外。
ですよ。商店街されたらもうアウトですよ。もうそれをね、ちょっと安易に考えてるんちゃうかなという気はしますね。はい、この現代ビジネスのサイトをですね、一応貼っておきます。皆さんぜひ読んで、これね、お考えいただきたいなという感じです。はい、皆さんどうもありがとうございました。